どうも、アッキングです。今映っているグッピーは覚えていますか？覚えていない人は、ならグッピークラブコンテストの動画を見てください。動画誘導もしたことで。本題に入ります。グッピーは簡単に繁殖できるのを知ってる人が多いと思います。はっきり言って、簡単やねん。ということで、このグッピーの子供たちが生まれてくるのを待とうと思ったのですが、来月ぐらいかなと楽しみにしてました。ところが、なんと、水槽を眺めていたら、生まれていました。生まれる気配もなかったのでびっくりやで、最初は前にこの水槽に、ブルーグラスの稚魚を隔離してたから、その稚魚かなと思ったけど、稚魚の大きさが小さすぎる。多分ギャラクシーグッピーの稚魚やと思うねん。今回の稚魚にはバトルロイヤルで生き抜いてもらいます。戦い抜いて大きくなるのが楽しみ。次に生まれてくる稚魚は隔離する予定やねん。また何か変化があったら報告します。多分。はい、報告します。実は3ヶ月経ってん、こんな状況になりました。バトルロイヤルに勝ち抜いた子も生き残り、まだまだ増える気がします。ここにまたバトルロイヤル参戦者がいます。また何かあれば報告します。アッキングアクアチャンネルはなるべく初心者でも簡単でわかりやすい動画を配信しています。よかったら次の動画までチャンネル登録してお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。